リクビダートルトは、1986年4月26日のシルノブイリ原子力発電所事故の処理作業に従事した人々。言語は生産人の意味で、後始末を行う人を指し、しばしば清掃人、事故処理班、解体作業者、決死体等と翻訳、説明される。事故発生後、ソビエト連邦政府は、放射能を帯びた瓦礫を撤去する必要に迫られた。 現場は放射線による健康被害を防ぐため、人間の労働者は労働シフトが9分に制限するなどしており、効率的な撤去作業はできなかった。そのため、東ドイツがソビエトの民間防衛軍向けに製作した遠隔操作ブルドーザーの使用が検討されたが、これは爆発で破壊され、部分的に残った原子炉建屋の屋上で運用するには重すぎた。 このため強力な宇宙船に耐えたルノホートが注目された。すでに引退していた設計者が呼び戻され、2週間で電子システムが放射線に対抗するために強化された車両が作られた。同年7月15日には投入されたが、放射線により故障が相次いだため遠隔操作は断念された。結局、ソ連政府はリクビダートルによる人力での撤去を開始した。 この天末は、ジーン・アファナシエフによるフランスのドキュメンタリー映像、タンク・オン・ムーンに記録されている。リクビダートルの総数は60から80万人、そのうち1986年と1987年に作業に当たった約20万人が大きな被爆を受けたとされている。自己処理作業時の平均年齢は約35歳。ウクライナ、ベラルーシ、 ロシアそれぞれでリクビダートルの国家登録が行われている。ロシアに住むリクビダートルのうち65,905人を対象に1991年から1998年までを追跡した結果によると、その間の死亡は4,995件であった。ベラルーシでのある調査によると、地元一般住民に比べて、結腸癌や膀胱癌、 工場洗顔がはっきりと過剰に発生している。リクビガートルはソビエト連邦政府から表彰され、危険な労働の代償として住居、高額の年金、無料の医療などが生涯保障された。ソビエト連邦崩壊の後、これらの特権は分離独立したウクライナ・ロシア・ベラルーシの政府に引き継がれた。しかし、経済の低迷が続く中、年金は大幅に目減りし、 医療費は事実上自己負担を求められている。ウクライナ放射線医科学研究所所長ブロディミール・ベウェシコラは、ウクライナに住む、リクビダートル20万人の健康状態を追跡調査。ガンによる死者の調査は、1992年から資金不足で打ち切られる2000年まで、9年間毎年行われ、リクビダートルのガンによる死亡率は、自己5年年上昇し、 2000年には一般住民の3倍に達していたことが分かった。国際原子力機関 IAEA は世界各国から100人を超える科学者を招集し、チェルノブイリ原発事故の被害を客観的に評価する会議を開催2005年9月、事故と健康被害との因果関係を限定的に見る報告書を発表した。事故の死亡者が何万人、何十万人に上るという主張があるが、 これは誇張である。多くは放射線の影響というより、貧困や医療の不備によるもので、酒の飲みすぎ、タバコの吸いすぎの方が問題である。陸ビダートルの死者について、被爆が原因で死亡した可能性があるのは50人、としている。この報告書に対して、各国の研究者から反論が相次いだ。旧ソビエト連邦政府によって、 イクビダートルとその家族4万人のための集合住宅がキエフに設けられた。事故から十数年以上経って、この集合住宅では病気で死亡する人が急増。移住してきた4万人は2万人にまで減っている。白石草、ルポチルノブイリ28年目の子供たちウクライナの取り組みに学ぶ岩波書店、2014年43ページ。 ISBN 978から4から00から27万917から 8HTTP キャピネットオブバンダーズブラウグスポット .com2009-02 ルノカットアートオブスペース HTML ハット httpww. リクイダ .com フォーカス2 0 1 1零3 1 6チェルノブイリ福島ロシアニュークリアエネルギー 1995年時点の登録者数は、約37万人。今中哲司、チェルノブイリ原発事故による、その後の事故影響、技術と、人間1997年5月後、今中哲司、チェルノブイリ事故による死者の数、原子力資料情報室、通信386号、2006年、チェルノブイリ原発事故後の傾向を示している、国家間登録、 A ナショナルキャンサー、レジストリー g i s t r y 2 Access t チェルノブイリアクシデント AE オカノーブ EY ソスノーフスカイア OP, プライアートキンナクリニカルインスティチュートブラディエーションメディシン&、エンドークラノラジーリサーチミンスクベラルージ、スイスメディカルウィークリー 2434, 645から 649, 汚された大地でチェルノブイリ20年後の真実、 NHK スペシャル2006年4月16日放映。ありがとうございます。